ちは、群馬県の不動産会社、フジイズムです。営業さん、ご紹介お願いします。期待してますよ。はい、編集長、お任せください。いつものように、物件資料をペラペラと眺めていて。むむむ、な物件を見つけてしまいました。古市町にやってきたー。今回はなんと、駅から徒歩2分から4分の、地下物件。ナイスタイミングで電車が通りましたね。あの橋を渡るとすぐ駅なんだけれど、踏切を待たなくて済むのは、嬉しいポイントだったり、ちなみに、駅地下で、駐車場1台付きはなかなかないから、ご利用し。古市町にある、1LDK の、ご紹介をしたいと思います。階段登って、2階のお部屋なんだけれど。長すぎたから、ワープ。ちょっぴり寄り道してみてほしいんだよね。これは、宝石やー。宝石。とっても綺麗な夕日が見えるの。こんな風に写真撮ったことあるかな？早速中に入ってみるね。玄関はこんな感じで、右側に姿見付きシューズボックス。何段あるのかな？たっぷりとしまえそうですね。は？扉を全開にできないと思ったら、内見用の鍵でした。もう、やめてよー。いや、内見時にはソフトタッチでお願いします。あ、冗談もありました。カフェのような看板には、お部屋情報。良心的 10.5 畳の LDK から見てみましょう。テレビモニター付きインターホン、スイッチたちの集合場所。あると便利なお絵立ち機能付きですね。ガスコンロはついていないから、購入必須だよ。外の景色はどうだろう。木だらけ。緑にとっても癒されますけどね。キッチンの蛇口はシンプルなタイプだよ。さっきも思ったけど、グミ、食べたい。おっと、心の叫びが出てきちゃった。てれ、気を取り直して、ここには冷蔵庫専用スペースがあるよ。こんな感じ。内見時には設備チェックも忘れずにね。コンセントの位置は要チェック。3、真ん中から行くね。LDK にクローゼットは何かと便利。お次はこちらパウダールームだよ。小窓があるのはなかなか珍しい。光を入れてくれるから、グッドだね。室内洗濯機置き場と独立洗面台。ちなみに、シャワーヘッドが伸びるから、お掃除は楽ちんで、シャンプーしやすそう。腰がやられちゃうかな笑い。観葉植物が可愛いな。ちょんちょんちょん。ゆったりまったりのんびり、おっくっと、歌いたくなっちゃいました。それはさておき、窓があるんだけれど、クモの巣、ちょっぴり避けて、窓を開けてみる。なかなか開けづらいですね。うわ、雲が動いたので閉めます。ああ、暑いのに冷や汗が出ました。呼び出しに、お絵立ち機能付きですね。ここにもいました。めでる、温水洗浄便座付きのトイレには棚があるから何かのストックも置けちゃう。あれ？これはやるしかないよね。なでなで、30アンペアのブレーカーで換気口もしっかりあるよ。5.2 畳のお部屋にも2機目のエアコンがついてるよ。そうそう、ここのお部屋は外国人の方も大歓迎。クローゼットはこんな感じで。小窓があるんだけれど、網戸がついていないから、物を落としたり、虫の侵入には気をつけてね。よいしょ。こちらの窓には、網戸がしっかりついているから、安心できそう。OK。こことここにコンセントがあるよ。これは魔法のステッキかな。わあ、可動式の洗濯物干しだー。お天気が悪い日や雨の日でも、お洗濯ができちゃうし、嬉しいポイントだよね。OK。棒はグッと外して、ここにかけられるから邪魔にならないね。いい感じ。照明器具は1。2。3。木だらけ。からの。2台目からは、近隣に月決め駐車場があるよ。ベランダはこんな感じなんだけれど、柵はちょっぴり高さがあって、物干し竿がかけられちゃうの。心地よさに包まれる、帰りたくなるお部屋。フジイズムで一緒に、探しませんか？チャンネル登録、よろしくお願いします。